このプロダクトバックログにうわーっと入ってくるわけです。 かっかかか、こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber、ナビゲーターの伊藤田です。今日もですね、つかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、引き続きアジャイル系の動画なんですけど、ニッチでマニアックなチャンネルなのに、多くの方にご覧いただいてですね、動画再生数に対して高評価を多くいただきました。少しでもですね、皆さんのお役に立ててるようで嬉しいです。で、以前の動画でもお約束したようにですね、続編として、p m p 受験用としてですね、プロダクトバック マックログの動画をお届けしたいと思います引き続きですね皆さんのお役に立ててるかを動画再生数とか高評価の数を見てですね続編を検討していきますでは今日も張り切っていきましょう 以前の動画でですね、スクラムの基本として3つの役割、5つのイベント、3つの作成物があるとお伝えしましたよね。スクラムってなんだろうっていうのを抑えるためには、3つの役割、5つのイベント、3つの作成物をまず知っていただければと思います。35 3、5、3。 三五三と覚えていただければと思います。そんでもって以前の動画で三つの役割を説明したわけですけど、今日はですね、三つの作成物の中のプロダクトバックログ。プロダクトバックログですね。以前よりですね、使っているスクラムの全体像を表した図では、ここになります。以前もですね、紹介したように、スクラムというフレームワークの基本は、 スクラムを開発したですね、ケン・シュエイバーさんとジェフ・サザーランドさんによって制作されたスクラムガイドという公式のドキュメントが無料で公開されてるんですね。動画概要欄に URL を貼っときますね。PMP を受験される方はぜひご覧ください。 プロダクトバックログっていうのは話を単純化させるとプロダクトのゴールを達成させるために必要な機能や改善要求などの項目とか要求事項を優先順位をつけて記載したリストです。さらに話を単純化させるとプロダクトに対する優先順位付けされたウィッシュリスト。ウィッシュリストだと思っていただければと思います。今説明した中にですね、重要なワードが実は隠れてるんですよ。まず一つ目はゴールを達成させるために必要な機能 機能や改善要素などの項目や要求事項というものですこのプロダクトバックログに記載される様々な機能改善要求要求事項っていうのは まずどこから来るのかというと、まあ、結論から言うといろんなとこから来るんですよ。いろんなとこから。お客様とかプロジェクトのステークホルダーとか開発メンバーとか様々です。プロジェクトを取り巻く様々な人からあらゆるプロダクトのゴールに必要な機能や改善項目や要求事項がこのプロダクトバックログにわーって入ってくるわけです。次に重要なワードは優先順位をつけて記載したという部分です。より早くですね対応すべきものは優先順位を高く上に記載されます。下に につれてて優先順位は下がっていきますこの時に重要なのがですね、誰が優先順位をつけるかということです。それが以前の動画でご紹介した プロダクトオーナーです。つまりですね、プロダクトオーナーがこのプロダクトバックログの管理責任者になるわけです。プロダクトバックログにはですね、あらゆる関係者の要求事項が書き込まれますけれども、その優先順位をつける人はプロダクトオーナーであることを抑えておいてください。信じるか信じないかはあなたの体調次第です。以前の動画でですね、プロダクトオーナーはスクラムチームから生み出されるプロダクトの価値を最大化することの 結果に責任を持ちますとお伝えしましたよね。これとですね、先ほどの優先順位付けも関連するんですよ。プロダクトオーナーはですね、プロダクトの価値の最大化を考えてですね、プロダクトバックログの優先順位付けをします。単純にですね、特定の経営者にせかされてるとかですね、特定のお客様にせかされてるとかっていうんじゃなくて、プロダクトの価値の最大化を考えてですね、優先順位付けをするんです。プロダクトの価値の考え方はですね、以前の動画をぜひご覧いただきたいんですけれども、 話を単純化させると、プロダクトの価値を増加させるものと、プロダクトの価値の低下を防止させるものがあります。例えばですね、とある機能をつけると、ユーザー数が倍になるという増加させる価値のものと、トラブルが発生しちゃってですね、それを改善しないとユーザー数が半分になるので、対応する必要があるという価値を低下するのを防止するものがあります。まあ、ああくまでも単純化した例ですけどね。この価値っていうのを前提とした上で、実行の難易度とか緊急度とか、 とか各作業の関連性なども考慮して優先順位を決めていきます。 プロダクトバックログに記載される様々な機能や改善要素などの項目や要求事項をプロダクトバックログアイテムと呼ぶんですね。このプロダクトバックログアイテムに関連する言葉があるんですよ。まず押さえておいていただきたいのがエピックとユーザーストーリーです。この概念を非常に話を単純化した図はこちらです。この詳細はですね、説明するとすごく長くなるので別動画にしようと思いますけどエピックとはユーザーストーリーのまとまりなんです。 ユーザーストーリーっていうのは、機能要件またはリクエストをユーザーの観点から簡潔にまとめたものです。この機能のことをですね、横文字でフィーチャー、フィーチャーと呼ぶこともあります。なので、大きな要求事項で複雑でざっくりしたものがエピック。そのエピックをですね、実現させるための具体的なものがユーザーストーリーと、ここでは考えていただければと思います。例えばですね、非常に単純な例として、エピックとしてですね、 このマニアックな YouTube チャンネルの登録者が p m p 試験の合格率を高められるというざっくりとした要求があったとしてそのエピックを実現させるためにさらに具体的にですねユーザーストーリーとして細分化していくわけですね例えばユーザーストーリーとしてこのマニアックな YouTube チャンネルの登録者が p m p 試験合格コースにアクセスできるとかですね例えば p m p 試験合格コースの視聴者は 講師に質問できるとかですねというようにですねユーザーストーリーっていうのはもうちょっと具体的になってくるわけですねでもこのユーザーストーリーっていうのはまだちょっと現実味がないというかどうすんのハウがないですよねと思いますよねそれはですねさらにタスクに分解していくんですけどそれはですねもしニーズがあればスプリントバックログスプリントバックログの動画でご説明したいと思いますこのエピックとかユーザーストーリーはインベスト形式で書くとかですね完了の定義 DOD ですね d e f i n シュのバックロ 段が重要だととかいお伝えしたいことあるんですけどまずはですね、プロダクトバックログアイテムとして記載されるエピックへユーザーストーリーやタスクの関係性を PNP 試験のためにざっくりと押さえておいていただければと思います。まあ、ちなみになんですけど、プロダクトバックログにはユーザーストーリー形式で書かれた機能とかフィーチャーの他にもバグの修正とか 調査、知識の獲得ですね。あとはですね、例えば IT の場合にはですね、技術的負債、技術的負債などがタスクとして書かれることもあります。まあ、現場での実際の実務観光で若干異なることもあるかもしれませんけども、p m p 受験をするために、まずは全体像を押さえておくことが重要になります。 最後にですね、プロダクトバックログアイテムの重要なポイントとして2点をお伝えしますね。まず1点目なんですけど、プロダクトバックログアイテムは常に動いているということです。まあ、どういったことかっていうと、お客様とか開発チームとかステークホルダーなどから様々な項目へ要求事項が追加されてきますし、それを管理しているプロダクトオーナーも定期的にその追加項目とか要求項目に優先順位をつけています。なので、プロダクトバックログの中のプロダクトバックログアイテム、これがですね、追加されたり、 削除されたたりり優先順位が変わっっ常に動いてるってることです次に2点目として、優先順位が高い項目のプロダクトバックログアイテムは、より詳細化されているってことです。さっき説明したですね、エピック、ユーザーストーリー、タスクなど様々な流度のものがプロダクトバックログアイテムに入り込んでますけど、優先順位が高いプロダクトバックログアイテムは、 通常ですね、ユーザーストーリーとかタスクなどでより詳細化されています。まあ、優先順位が高いってことは、ま、あ緊急度も高いわけですから、すぐに実施したいということで、どのどの詳細化具体化されてるってことですね。つまりですね、プロダクトバックログアイテムはすべてを詳細化するというよりかは、優先順位が高いものを詳細化していきます。ま、あ優先順位が低いものはですね、そもそも対応しないかもしれませんので、まあ、時間をかけて詳細化はあまりしないってことですね。無駄になっちゃうかもしれないんで。なのので優先順位の 低いものはですね、エピックのままとか、ざっくりとしたユーザーストーリーのままになってるということですね。PNP 試験のために押さえておいていただきたいことをまとめますね。まず、プロダクトバックログは、プロダクトのゴールを達成させるために必要な機能や改善要素などの項目とか、 要求事項をを優先順位をつけて記載したリストのことです次にですね、プロダクトバックログは、プロダクトバックログアイテムで構成されているっていうことです。プロダクトバックログアイテムは、お客様、ステークホルダー、開発チームが書き込むことができるけれども、管理とか優先順位付けは、プロダクトオーナーが責任を持っていること。プロダクトバックログアイテムは、エピック、ユーザーストーリー、タスクなどで構成されているっていうこと。そんなもってプロダクトバックログアイテムは、優先順位化されていて、 で優先順位付けはプロダクトオーナーが行うこと優先順位付けで重要なことはプロダクト価値の最大化でプロダクトオーナーが責任を持っていることまあそんな感じでしたよねということでプロダクトバックログの簡単な説明でしたこの動画でですねざっくりとでいいんでプロダクトバックログを理解した上でアジャイル実務ガイドを読むと 理解度が高ままってくると思います引き続きですね皆さんのお役に立てているかを動画再生数とかですね高評価の数を見て続編を検討していきますねこれからもですね皆さんのお役に立てそうな動画をどん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 アップしていきたいと思いますのでチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします p m p 受験勉強頑張ってくださいそれではまた会いましょうバイバイ